トリンガスタグニタライズコアオアシシには、チドリメシギカに分類される鳥類の一種。主に、ロシア南部から中央アジアにかけての地域で繁殖するが、中国東北部でも、局地的に繁殖している。冬季は、アフリカ中部から南部、インド、東南アジア、オーストラリア等に渡り越冬する。日本では、旅鳥として、春と秋の渡りの時期に、本州、九州、 沖縄において見られるが、数は多くない。越冬する個体もいる。全長約24センチメートル。成長夏輪は,は、頭部から胸までは単性灰色で、細かい黒縁が入る。背は灰褐色で、体の下面は白色である。くちばしは黒く、足は黄緑色。成長冬輪は,は、頭部からの体の上面が灰色で、白い羽縁がある。 足の色は暗色がかっている。死有動色である。越冬時は海岸近くの水田や湿地、干潟等に生息する。日本には単独か数羽の群れで捕来することが多い。繁殖期には故障や湿地の側の草地などに生息する。植生は動物食で水生昆虫や甲殻類、貝類などを捕食する。繁殖形態は卵生。 地上に営像し、普通4、卵を産む、ピッピッピ、表などと鳴く、左が小合わししぎ、ありがとうございます。